ガンバ大阪の三浦玄太のマイベストチーム。フォーメーションは 4-4-2 で、キーパーは代表で一緒にやる機会も多かったんで、権田さん一緒にやってて、後ろから的確なコーチングだったりっていうのがすごい入るんで、まあ、ディフェンスからするとすごいやりやすい部分もありますし、試合でもハイライトだったり見ても数多くのビッグセーブっていうのもしてるんで、サイドバックが西大吾さんで、やっぱサイドバックに、なんていうんですかね、濃くないサイドバックというか、まあ、ボランチだったりもできるようなそのテクニックを持った中で、まあ、サイドバックであんだけ外してくれたら、すごい助かるなっていう思いもあって。センターバックは元君、庄司元君ともう一人牧野君で、こうまあ一緒にやるとより二人とも凄さが分かるというか、まあ、元君はまあ全体的にバランスよくやっぱり落ち着いてる感じもあるし、僕の中でもすごい勉強になる選手ですし、牧野君はやっぱチーム鼓舞できるし、やっぱああいう風にこうチームを盛り上げれたり、まあ、もちろんプレー面もそうですけど、そういった部分自分を見習いたいなと思って選ばせてもらいました。サイドバック、左サイドバックは山中選手、サイドバック両方ともちょっと攻撃的なんですけど、まあ、ドリブルでも仕掛けていけるし、やっぱ相手の脅威になれるサイドバックかなというふうに思います。サイドハーフが伊藤純也選手、相手チームにしたら嫌な選手ですし、スピードもあるし、点も取れてクロス曲げれるっていう意味で怖い選手だなと思います。ボランチ2枚は大島亮太君とフロンタル森田選手で、2人ともやっぱ技術高いですし、まあ、個人的に好きなボランチというか、サバ開けてボールも奪えてっていう意味ですごいバランスのいい2人かなと思います。もう一人家永さんで、やっぱあんだけボールをため作れて、パスも出せるし、自分の点も取れるし、やっぱチームの骨格になる選手だと思うので、まあ、存在感のある選手だなと思います。でフォワードは新蔵さん、興梠新蔵さんと、でもう一人は小林優選手で、まあ、2人ともこう、まあ、ポジション上マッチアップする機会が多いんですけど、2人ともこう、まあ、やっぱストライカーというか、抜け出しだったり、こうディフェンスからすると嫌な動きをするイメージが2人ともあるんで、まあ、そういった意味で選ばせてもらいました。